カール・フロイントはドイツの撮影演技師。担当した映画は100作以上に上る。ユダヤ系の両親、グレーザー・ジュリアス・フロイントと妻、マリーの間にボヘミアに生まれる。幼少時にベルリンへ移住し、15歳から映写技師として働き始めた。その後、ニュース映画のカメラマンとしてキャリアを積み、1911年にアスタニール選手園、ハイセス・ブルートで、 初めて劇映画の撮影を務める。1920年代には、巨人ゴーレム、最後の人、メトロポリス等の名作のカメラマンとして起用された。実験映画のベルリンナイト公共楽では監督、バルタールットマンと共同で、脚本も担当している。1929年に、アメリカに渡り、マジン、ドラキュラから、キーラー後まで多くの映画の撮影を担った。 マジン、ドラキュラでは監督のトット・ブラウニングが仕事のやる気を失っていたため、いくつかのシーンはフロイントが演出を行ったという、大地でアカデミー撮影賞を受賞。また1921年から35年の間に10本の映画を監督しており、最も有名なものはボリス・カーロフ主演のミイラ・再生とピーター・ローレ主演、共連の2本の怪奇映画である。 1951年、フロイント・ワデジ・アーナズから依頼を受け、アイラブ・ルーシーの撮影監督に就任。以降は、テレビ業界で、アワー・ミス・ブルックスなど、シットコムの人気作をいくつか手掛けた。ありがとうございます。